はい、ことばばアウトドアチャンネル、お父ちゃんです。ですというわけで今日は、何月 ?6 月の、今日は18日、日曜日。で、大輝がこの間の昨日土曜日、実は学校がありました。特別授業参観日ということで、土曜日でしたが授業がありましたんで、代わりに月曜日、代休で学校がお休みです。というわけで今日日曜日ですが、日月2日間で山梨県に遊びに行きたいと思います。山梨県といえば河口湖とか自然もいっぱいですが、日本一怖いジェットコースター富士山がある富士急ハイランド、お父ちゃん若い頃何回か行ったことあるんですが、大輝は、赤ちゃんの時に1回行ってます。まあそれはトーマスがあった時です。あって行ったんですけど、はい、今回はその富士山にチャレンジしたいと思います。で今日は、富士急行かないです。今日はこれから京屋信玄餅の工場見学ね、そこ行って時間があればちょっと河口湖周辺を観光して、で、明日は富士急ハイランド行ってみたいと思います。はい、一泊します。ホテルも予約済み。じゃあ行きますよ。はい、レッツラゴー。今海老名のサービスエリア、ここで軽く朝ごはんと昼ごはんを合わせたパンを買ってきました。出た海老名メロンパン&鹿児島産黒豚のカレーパン。大輝は牛カルビ牛。そんなんじゃダメよ。メロンパン食べた。はい、というわけでこれから山梨県に向かいたいと思います。カレーパンうまい。カレーパンうまい。
はい。信玄餅の工場に到着しました。まあ、これから行きましょう。うん、はい、こんな感じです。じゃあ行きましょう。あ、詰め放題終了だって。詰め放題終了になって工場見学してちょっと食べて終わりだね。でもアウトレットのあれから社員価格で安く買えるよ。買ってこっか。なんか詰め放題はもう終わってますね。やっぱり無理でしたね。テーマパークのカフェもあるからそこで食べていけるよ。食べてこっち取ってみよう。ね、とりあえず行きましょう。あ、工場見学、とりあえず見学行きますか。